いは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 い、毎度おなじみルロの番組ではない、やはい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 、どうもにゃほにゃほたまくろです。またしつこく言ってますね。ハマるとしつこいからな、山田はな。はい、どうも毎度おなじみルローの番組ではない、山田モータースになります。今回の動画はね、こちらの2020年4月25日にね、25日に発売になりましたホンダシビックタイプ R トミカ50周年記念デザインテッドバイホンダと、720円でね、山田電機で購入したので、まあ税抜きなのでね、税込みにしますと、まあ800円ぐらいかなになるかなと思います。はい、ですね、で、まあ、あのメーカーコラボということでね、ちょっとね、トミカの公式サイトのね、動画にこのね、実写のね、トミカの動画がね、あるので、まあ、それをね、ちょっとね、冒頭にね、出しとこうかなと思います。はい、箱はこんな風になって、うわ、ちょっとかっこいいんじゃない、ちょっとセンスいいですよね。で、裏にはね、ホンダのライセンスマークがありまして、ワンちゃんがあってね、タカラトミのマークがありますね。でこういう風なね、ちょっとブックレットタイプになってまして、よくね、トミカリミテッドヴィンテージネオなんかではね、こういうものあるんですけども、この時のねパッケージもね、800円ぐらいにしてはね、ちょっとね、結構ね、凝ったねデザインになってますよね。でね、開けるともっとね凝ったデザインになってて、こんな風に入ってるの、めっちゃいいっすよね。うわちょっとめっちゃいいんですけど、これはね、ちょっと山田はね、いつも箱捨ててしまうんですけど、今回ちょっと取っておこうかなと思うようなね、ものになってますね。で、これがなんだろう。株式会社ホンダ技研研究所オートモービルセンターデザイン室デザイナーの方なんですね。山畑正則ね。白黒でね、ちょっと写真載ってますけど、まあ、昔の人じゃないですよね。今、現在ね、デザイナーされてる方だと思います。はい、ちょっとね、文章あるので読んでみたいかなと思います。ドライバーの意のままにより速く走ることのできる車を目指し開発されたシビックタイプ R、この車にトミカ50周年を祝う華やかさと、タイプ R らしいハイパフォーマンスが、なるほど、そう言われるとそうですね、50周年を祝う華やかさとタイプ R らしいハイパフォーマンス感を表現しましたと。金色を取り入れたストライプ柄をダイナミックにあしらい、華やかさを演出。0.1 秒でも速く走るためのパーツに赤色のアクセントを施し、タイプ R のスタイリングを際立たせましたと。へえ、面白いねー。しまっちゃった。で、この後もね、なんだっけ、自動車メーカーコラボね、プロジェクトとして、トヨタのね、GR スープラと、あと日産スカイラインのね、GTR、R35 かなの、まあ、赤とブラックのね、特徴的なね、スカイラインカラーっていうんですかね、のものがね、この後ね、発売されていくので、そっちのもね、ちょっと今後ね、楽しみになってきますね。まあ、何はともあれね、変えてよかった。で、余ってたので、そんなに人気もないのかもしれませんね。で、ちょっとね、後ろに今映ってますけど、まあ、私ね、この同じ形のね、シビックタイプ R は、結構ね、まあ、売るほど持ってるので、後でね、視点を下げた時にでもね、比較していきますので、楽しみにしていてくださいね。で、どうやって開けるのかな？あ、これは特にね、テープとかで貼ってないので、まあ、このままね、もう、こうやってダイレクトに開けていくんですね。多分。で、どんな風になってるんだろう。これはちょっと潜んでるマニアの方ね、ごめんなさい。潜んでることは、あ、いけるか。こういう風になってるんだ。あ、で、あ、これにも、出国福袋。入ってるんだ。これにまで入ってると思わなかったね。これちょっとね、後でね、いつもね、応募しないで捨ててしまうので、今回ちょっとやってみてね、この福袋っていうのちょっともらってみようかなと思います。当たったらの話ですけどね。はい。じゃあね、早速、潜んでるかな？めっちゃ潜んでんじゃん。ちょっと、お魚さんで言うと上昇気味にね、潜んでる感じかな。口をパクパクさせ、うわ、めっちゃ細かくしてありますよ、これ。うわ、ちょっともう出しちゃう。めっちゃもうちょっとね、ごめんなさい、フェチの方ね。今回は、スライドフェチの方ね。スライドフェチ。出るか出ないかみたいなね。出るのか、出るんかい、出ないんかいみたいなね。すちことなんだっけ、あれ。すちこじゃなかったっけ、乳首すんのかい、せえへんのかいみたいなね。出んのかい、出ないのかい。はい、すいません、怒られるよ、怒られるよ。じゃあ、まあまあ。わー、プレミアム感。あるね、プレミアム感ね。うーわ、めっちゃか、ちょっと。結構私ね、お高めのね、あのミニ GT の GT、タイプ R いっぱい持ってるんですけど、いや、これめっちゃかっこいいっすね。
うわー、もともとねトミカのシビックタイプ R ってめちゃくちゃよくできてるじゃないですか。それにこのカラーリングなので、今回ちょっとねめっちゃ感動してます。これちょっと1台とは言わず2台3台欲しいぐらいにかっこいいですね。ちょっと並べたいって感じはしますね。で、なんか久しぶりに言うなーと思ったんですけど、今これサンドウィッチマンになってました。ちょっと何言ってるかねわからないドーナツはね、あのゼロの形なので、はい、言っても、あ、これ落としてごめんなさい。布は大切に。ドーナツはね、ゼロの形してるので、カロリーゼロですね。うわ、ちょっとめっちゃかっこいいんじゃない？ちょっと、みんな。いやー、ちょっとめっちゃかっこいいんですけど。うわ、タイプ R の文字がでっかく入ってて、実写だとね、ちょっとやぼったく見えるかもしれませんけど、うわ、かっこいいな。ちょっとかっこいい。ね、私ね今ちょっと言葉をね失うほどにねちょっと見とれてます、はあ、いやーちょっとかっこよすぎてもう言葉いらないですね。このデザインをねみんなで楽しみましょう。いやーちょっと山田もねいつもね大体説明するんですけど、今回ちょっとねまあ色のね手数が多いっていうのもあるんですけど、ちょっと言葉はいらないねデザインをねまず見ていきましょうね。50周年アニバーサリーのね、文字がね、ルーフのところにありますね。で、この辺はちょっとね、日本風ですよね。ほんとね、ちょっと歌舞伎もね、イメージさせるようなね、ものになってるかなって私的には思うんですよね。日本的な感じしますよね。にゃほにゃほ玉黒の国とは違うんですからね。細かいね。で、トミカは、まあ、とにかくこの辺のサイドステップなんかがちょっとカーボン調になってて、通常版もね、めちゃくちゃね、かっこいいんですけど、これもかっこいいわ。この辺もずーっとね、この、シャーシのね、成形に関してのパーツには、全部ね、こう、カーボン調にこれなってるので、めっちゃかっこいいですね。で、ぐるっとね、一瞬じゃない、この一周ね。これは、レッドのメタリックかな？メタリックカラーで一周回してあるのかな？で、多分、タイヤっていうか、ホイールの部分は、通常版と一緒かなと思います。で、このホワイトなんですけども、ただのホワイトではなくて、ちょっとね、クリームみ、色かかったね、オフホワイトってやつですかね、になってます。まあ、ナチュラルホワイトって言ったりとか、オフホワイトって言われるようなお色ですね。真っ白ではないです。で、フロントマスクを見ますと、ちゃんとね、グリルのところが、ブラックでね、塗られていて、残念ながらね、ちょっと、ツヤありになってますけど、まあ、ツヤ消しよりはちょっとお高いラインナップに見えるかなとも思ったりもしますね。で、ヘッドライトはクリアパスで、この辺通常版なんかも塗装されてたかな。ちょっとね、見比べて、後で視点下げた時にね、見比べますのでね、最後までね、見ていただくとありがたいかと思います。わぁ、ちょっとかっこいいな。このトミカの文字とか50周年のこのフォントの感じとか、ホンダっぽい感じしますよね、なんかね。なんかホンダって感じしません？まあ、もともとトミカのこの、あ、鉢巻き入ってんじゃん、これ。安いよね。この、カラーリングの手数からすると、まあ、普通の通常版が450円、まあ、500円近いので、これがね、800円でしょ？それで、トイザラスオリジナルなんかね、これと同じぐらいの値段しますからね。後でね、視点下げた時、それのトイザラスオリジナルともね、並べていきますけど、さすがね、ちょっと50周年って感じでね、なんかちょっとお祭り騒ぎっぽいね、カラーリングになってますよね。いやー、ちょっと鉢巻き入ってるのはちょっと感動したな、このトミカの。ちょっとこれはね、なんかほんと記念すべきモデルになりましたよね。いやー、ちょっとトミカファンでよかったって思わされる、これ一品ですね。いやー、ちょっとめっちゃいいね。もういつまでもね、こうやって喋っていたい、そして眺めていたい気になりますね。じゃあごめんなさい。もうちょっとね、心惜しいですけども、ちょっと視点をね、下げますのでね。あー、なんかこの時間をね、ずーっと私浸っていたいんですけど、次に進めていきましょう。いやー、かっこいいなー。あ、じゃあね、視点を下げて見ていきたいと思います。うわ、めっちゃかっこいい。実写のね、動画もね、めっちゃこんな感じでね、こんな感じどうだったっけ？こっちからこういう感じいったんだっけ？で、後ろのリアが見えるってね。こういう感じで最初こういう風に映ってて、で、指導みたいな感じでね、ビーっていくんでしたけど、動画ね、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、こういう風にね、ちょっと再現できますね。で、この辺で動画終わってんのかな？確か。で、ちょっとね、やってみたかったことの一つとして、このパッケージね、これに、ミニ GT のね、このタイプ R ね、ちょっと入れてみました。そしたらね、ピッタンコカンカンで赤な感じで、こうやってね、トミカのマーク隠しちゃうと、この、なんだろう、パッケージだけでね、とても、面白いなと思って、こうやって遊べるなと思いました。これミニ GT のね、ものになります。こうやって、いろんなミニカー入れて遊べるね。こうやって、ね、友達騙してもいいんじゃない？じゃーんみたいな。あ、びっくりしたみたいなね。え、子供かな子供じゃないんだからね。もう私の動画ね、見てくださってるのは結構ね、大人の方が多いので、失礼しました。ちょっとね、小道寺になっちゃいましたね。はい。あ、そうそうそう。これをね、ちょっと細かく見ていきましょう。いや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 、ちょっとかっこいいんじゃないでしょうかね。ちょっと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 
チャッ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 ソチャッソチャッソチャッソ柳小路チャッソうわめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいじゃん。ちょっとね、眺めてるうちにね、さっきね仕込ませたねミニ GT のねGTR 取り出しましたちょっとずっと見てられるんじゃないですか皆さん。皆さん多分買ったかなと思うんですけど、ちょっと今回のこれ見飽きないっすね。1時間2時間ぐらいずっと見てられるかも。まあ動画は私ね、ちょっとこの一発勝負で私ね、これ開封してますので、もうねちょっと動画を止めてね、眺めさせてもらっていいですか。ごめんなさい、ちょっと少しね、なんかこうゆっくりしながら眺めたいねミニカーってなかなかないので、ちょっと一旦ねごめんなさい、動画をねちょっと止めさせていただきまして、ちょっとね山田に眺める時間をください。それではね一旦バイキュー、にゃほにゃほたまくろー。すみません、ありがとうございました。ちょっとね、30分ばっかりね、眺めさせていただきました。いやー、やっぱりね、とてもいいもんじゃないかなーって思います。いやー、さすがプロの、もうこれちょっとね、先ほど誰でしたっけ、デザイナーの方。山畑正則さんね、結構考えたんじゃないでしょうか。やっぱりね、プロがね、考えるデザイン、しかも、トミカの50周年というね、この節目のデザインにね、ちょっとね、相当、時間費やしたと思うのでね、ちょっとね、ありがたい。とても感動するものをね、こうやって作ってくれただけでもありがたいですよね。私結構こういうの見るとね、ちょっと涙が出るタイプなんですよ。ちょっと涙を出てます。バカじゃないのって言われちゃいますね。ごめんなさい。ちょっとね、感動しました。いやー、ちょっといいですね。なんかこれでもう動画終わっていいぐらいに、ちょっと満足しちゃったな。このリアのねタイプ R の文字もね、なんかほんとね、実写だとやぼったく感じるかもしれませんけど、ミニカーだからね。いやー、ちょっとこれはもうかっこいいな。これね、私今ジオラマに飾りますけど、やっぱ保存用としてね、もう一個欲しいかなーと思いましたね。あんまり私って複数買いしないんですけど、やっぱ気に入ったものはね複数買いするので、ただのタイプ R ばっかりですからね、本当にタイプ R あります。今回ちょっとホットイールのは持ってこなかっただと思うんですけど、まあ、ホットイールのもね、いっぱいあるんですよ。で、今月の4月の22日に発売になった、セブンイレブン限定のね、ホットイールのベーシックカーソートの中にも、シビックタイプ R ね、ブラックと赤のね、まあ、ちょうどこのぐらいの感じのお色かな？もうちょっと赤みがかってるかな？これミニ GT のなんですけど、これに近いのかな？これもミニ GT ね。はい。まあ、後でね、ちょっと、後でっていうかもうね、これ見ていきますけど、よいしょ。トミカのはずね、他のカラーのとね、ちょっと並べてね、見ていきたいと思います。これミニジータ、あとマジョレットなんかもあるので、見ていきますね。はい。じゃまずね、通常版のね、シビックタイプある。やっぱホイールとシャーシなんかは一緒ですかね、これね。そうですね。はい、ホイールとシャーシが一緒です。ね。特に、変わり映えはないかなと思いますね。一緒ですね。はい。で、この下のね、帯状のところも変わり映えはないかなと思います。いやー、ちょっとめっちゃかっこいい。このトミカのタイプ R もめっちゃかっこいいですけどね。まあ、タイプ R 自体のお車がめっちゃかっこいいですからね。いやー、ちょっと手数が多くて、ここにホンダのマークありますしね。リアスポイラーのところにね。で、赤でね、ちゃんとラインが入っててね。この辺の枠通りも赤になってるでしょ、これ。で、ゴールドもやっぱ差し色になって効いてますよね。このカラーリングのね、ちょっと発想は、まあ私的にはなかったかなと思ったりしますね。はい。じゃあね、ちょっと同じぐらいの価格帯の、トイザラス限定のね、ものですね。これがイングリッシュブルーとかなんか、そんな名前だったような気がしたんです。ごめんなさい、名前忘れちゃいましたけど、これ去年かな、発売されたトイザラスオリジナルの、タイプシティですね。タイプシティってタイプアップですね。何タイプシティって。これもやっぱりホイールと、このサイドステップのね、ラインなんかと、このリアに関してのラインなんかね、このぐるっと一緒入ってる、シャーシのね、正規に関して一緒ですね。フロント見ますとこんな感じで。いやー、やっぱクリアパーツね、だから、こんな細くてちっちゃい、パーツもこれクリアパーツにできるんですから、この前ね、発売されたカローラフィールダーなんかもね、クリアパーツにできるんじゃないかなと思うんですけどね、ソールするだけでも全然違うと思うんだよなー。あとね、ミニ GT とちょっと並べたいでしょ？ミニ GT はね、ブルーンどう？いや、ちょっと。いやー、まあミラーがね、ミニ GT のあるのでね、まあこれは本当にね、よくできてますよね。
サブコミカにはサスペンション機能がある4っていうわけですね。おお、ちょっとスケール感も同じぐらいですね。これ何分、これ64分の1だからちょうどいいんだ。ちょっとめっちゃいいですね。これ買っちゃうよタイプ R。だから64分の1にね、ちょうどトミカさんもしてくれてたので、やっぱね、もう次から次へとね、タイプ R 買って、もう今じゃね、ミニ GT のタイプ R が、4台、5台あるというね。あ、ホットイールドもあって、さっきの赤いのホットイールドだったんだ。あ、違かったね。ホットイールドも一応出してましたね。はい。これはミニ GT の、ものですね。いや、ちょっとこれやっぱ一番かっこいいね。これはね、ほら、ミニカー改造されてる方なんかね、ちょっとミラーつけて自分なりの、ほら、ミラーデザインしたらいかがですか？ちょっと色、差し色でね。どうだろう？ゴールドにしたりとか、ミラーだけ赤にしたりとか、いろいろできますよね。そういうカスタムしても楽しい気がしますね。カスタム上手な方ね、これミラーでね、結構今のお車ってミラー結構、差し色に使ってるところは、ものありますからね。そういうのデザインして改造するね、ちょっとコンテストとかしてみたらいかがですか？まあ、ヤマダはね、ちょっとね、そういう技術がないので、ミラーをね、つける技術がないのでね、まあ、作ろうと思えば作れないことはないんでしょうけどね。ちょっとね、これもね、これミニ GT のなんですけど、ちょっとこの、お顔立ちがね、ちょっと歌舞伎っぽいなと思ってたもんなんで、これとこう並べるとね、なんかちょっと歌舞伎感があるってね、なんか歌舞伎っていうと、ちょっと、まあ、若い方とか、まあ、私はまあおじさんですけど、ちょっとね、歌舞伎なんてね、歌舞伎とタイプ R なんて言うとちょっとダサい気がするんですけど、なんかね、ちょっと歌舞伎っぽさもありながら、かっこいいんですよね。これかっこいいな。ミラーのデザインもかっこいいでしょ。うわ、いろいろ空張りあって、めっちゃかっこいい。はぁ、何分時間あっても足んないね。バンバン見ていきましょう。これもミニ GT ですね。これはブラック、ほぼブラックのね、ものになってますね。はい。からそうですか。いやー、ちょっとあと1個ね、ちょっと最高なのあるんですけど、最後にね、ちょっと頂上決戦しますね。で、これがホットイルノでした。ホットイルノはこれ200円ですからね、ちょっと考えたらめちゃくちゃよくできてますよね。さすがにホットイルノはちょっとあれですね、やっぱ200円なだけあって、まあ、クリアパーツでもないですしね。ただこれがね、サイドラインになるとかっこいいの出してくるんだ、ホットイルはね。いやー、ちょっと。そして、頂上決戦に、決勝戦ね。シビックタイプ R のかっこよさ頂上対決の、まあ、決勝ね。まあ、今回はトミカのね、50周年記念の、タイプ R ね。ヤマハタさんがね、デザインされました。ホンダシビックタイプ R に対して、まあ、不動のね、ここ最近まで1位でした。暫定、チャンピオンのね、暫定っていうか全チャンピオンのね、あ、今のチャンピオンのね、マジョレットのタイプ R ですよ。マジョレットのタイプ R の魅力は、やっぱ、なんて言ってもこの全体的なマットなブラックがね、めっちゃ似合ってるんですよ、これ。で、この辺もブラックで、シンプルイザベストのね、感じで、で、極めつけはリアハッチが開くというね、ギミックがあって、まあ、これがね、これ450円ぐらいです。500円以内で買えるものが、ミニ GT のね、先ほどこれ5台ね、あ、4台紹介したミニ GT なんかよりも、トミカのね、トイザラスの限定よりも、やっぱり私は不動の1位でね、今までこれが一番ね、シビックタイプ R としては気に入ったものになるんですけども、今回ね、どうなるかってとこですよね。これやっぱりね、タイヤなんかも結構太めに作られてますし、このね、扁平がね、やっぱり厚いタイヤの方が私好きなので、とてもね、評価が高かったんです。で、サスペンション機能もね、トミカと一緒でついていて、まあ、ちょっとね、車高ターンの部分を見たいと思えば、こうやってね、車高を下げたりとか、ちょっとね、フロントアップの感じを見たいときは、こういうにできる、こういう遊びもできるので、評価が高いんですね。で、もちろんヒップアップ感じね、こんな感じでもね、できますのでね、で、うねうね遊びもできますので、もう最高の一品なわけですよね。で、今回のタイプ R とちょっと並べると、どんな化学変化が起きるかね。迷うぞ、これは決勝点数つけらんねえ。どっち勝ちって、これちょっとね、どっちが勝ちとかそういうのはまあもちろんね、ないんですけど、やっぱりね、優越っていうのかな、優越をつけたくなるのが人間の差がっていうんでしょうかね。なのでちょっとつけさせていただきますと、相当ですね、私ね、この50周年の気に入ってます。なので今後ね、ちょっと発売されるスープラと R35 ね、めっちゃホリデーですよね。あ、ごめんなさい、間違えた。めっちゃ楽しみですよね。ちょっと今1枚になっちゃった、これ。わー、ちょっとこれそういえば、
あのさっきのパッケージ、これね、あのマジョレットの大きいんですよ、これスケールが、58分の1なので相当でかいんですけど、パッケージングできたらこれ最高だな。ちょっとね、もう一回やってみよう。サンドイッチマンにね、パッケージングできたらすごいでしょ。これ多分無理なんで、サイズが違うわけですから。さっきのロッ、あ、全然ダメだ。あ、惜しい。あ、惜しいんだな。あとちょっとでしたね。ちょっと入んなかった。やっぱ64分の1だと入るんですね。ホットウィールはどう？あ、ホットウィールもぴったりサイズですもんね。ホットウィールもぴったりサイズですし、ミニ GT のね、お車もぴったりサイズなんです。はい、じゃあね、ちょっと箱に戻そうかな。今回のね、ちょっとこっちめっちゃかっこよすぎますね。いやー、これがちょっとあの、ブールバードを差し置いて売れ残ってるってどういうことなの？まあ、入荷するのは違かったか。もう今日ね、ブールバード買えなかったのが吹っ飛ぶほどのちょっと満足度が高くて、いやーよかったなー。楽しく、あの、開封してて楽しかったですし、かっこよさに感動もしましたし、ブールバードのね、あの、買えなかった、まあ、悔しいってほどでもないんですけど、なんかその残念な気持ちがね、もう、とてもね、一新されて、めっちゃ明るいですし、今ね、結構ね、外出制限されてる方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ちょっとね、買い物に行った時はね、ちょっと、3密ね、30人ほどトイザラスに並んでましたのでね、で、しかもね、そのブールバードに30人ですからね、しかも老若なのね、あれをちょっと見た時に、3密じゃんと思ったんです。結局ね、並んでる時は、こうやってね、間隔をまあ取って1メートルぐらいかな、取って並んでましたけど、いざね、回転っていったらみんな、詰めてね、列になってましたからね。ちょっとその辺の怖さもあってね、もう私、まあ、買えないと思ったので、まあ、出てきちゃったんです。出てきたっていうか、並ばずにね、帰ってきちゃったんですけどね。よかった、山田電機によって、しかもね、朝食取らないで行ってれば、ブールバードも買えて、キャンペーンの品も買えてたので、まあ、人生うまくいかない、人生いろいろっていうことでしょうかね。はい。じゃあね、最後にちょっとね、箱にもう一回戻して、やっぱこのパッケージはね、やっぱ今回とても、おしゃれなパッケージでね、こうやって飾っておくのにもいいなっていうものでしょ、こうやってね、このまま。飾っておけもしますし、もちろんね、箱に、しまってね、飾っておくこともできますので、ね、こうやってしまって飾った方がいいかもしれませんね。なんでかっていうと、やっぱり、ね、いつも見てるよりは、たまにしか見ない方が、感動するんですよね、こうやって。はい、たまにね、パカって見てね、おーみたいなね、感動みたいな。いやー。ブックレットになってる。ブックレットって言うんだかなんだかわかんないですけどね。はい。それではね、次回の動画は、これね、日立建機ローディングショベルのね、ブリスターパックの方をね、ブリバリしていきたいと思います。それではね、次回の動画まで。ブブク。はい。ニャホニャホタマクロウでした。次もニャホニャホタマクロウがお送りするからね、これもね。しつこいって言わないでね、しつこいってね。